コンプソグナトゥスは中世代ジュラ気候期、ヨーロッパに生息した小型肉食恐竜である。竜版目獣脚アモクコンプソグナトゥス科に属する。俗名はコンプスナタスの意味である。化石はドイツとフランスで発見された。現在まで見つかっている骨格は、小型の幼獣とおぼしき個体と、やや大型の成獣とされる個体の二つの標本が存在する。 体長70から1 4 0トル。フランスの個体は1 2 5トルあったとされる。ミクロラプトルなどが発見されるまでは長い間、世界最小の恐竜であった。発見当初から死疎長との形態類似が指摘されていた。現在では、シノサウロプテリクスと最も近縁であり、また羽毛に覆われていたと考えられる。長年にわたり小型肉食恐竜の中で、 保存状態の良い化石が知られた唯一の種であった。そして始祖鳥と比較され、恐竜と鳥類を結ぶ重要な祖先とされてきた。今日ではミクロラプトルなど、より鳥類に近い恐竜が発見されている。前肢は指が2本で特徴的である。この特徴に基づいて同じく指が2本のティラノサウルス化と関連が考えられたこともあったが、 今日では修練であることが分かっている。また、本当は日本ではなく、化石の保存状態が不十分なせいであるという指摘もある。かつてフランスの個体は、全種の状態がよく分からず、また化石の発見状況から海辺に生息していたと推測されるために、全肢がヒレであったと考えられたこともあった。骨格は極めて軽量な作りであり、また大腿骨より頸骨が、 かなり長く走行に適した形態であった。これにより秒速1 8トル近いスピードで走れた可能性がある。生態とされる大型の骨格の腹部、胃の付近からトカゲの骨格が発見されており、こうした小型の爬虫類などを捕食していたと考えられている。かつて死祖鳥を襲う姿で描かれることがしばしばあったが今日では、 チョ長の飛行能力の見直しなどから不可能とされる。獣脚類の中では、ティラノサウルスやベロキラプトルと同じコエルロサウルス類に分類されるがその中では最も原始的とされる。シノサウロプテリクスなどとともに、コンプソグナトゥスカオーナス。種としては C ロンギペス C ロンイプスのみが知られる。かつてフランスの個体は、大きさや前足の構造から、ベッシュ。 シーコラレストリスシーコリレストリスとされたが、その後ドイツのものと同種とされている。テタヌラルイテタヌラ、マイケル・クライトンの小説、ジュラシック・パーク及び、ロスト・ワールドマイナス・ジュラシック・パーク2においては、コンピーと呼ばれ、アパトサウルスなど、草食恐竜の出した糞を食べる、いわゆる掃除屋として描かれた。小説版ではこの恐竜はプロコンプソグナトゥスであったが、その後、 実は、プロコンプソグナトゥスがキメラであって実在しない恐竜であることが分かった。そこで、映画版2作目のロストワールド・ジュラシック・パークではよく似ているとされるコンプソグナトゥスになったが、設定として現実には存在しないコンプソグナトゥス、トリアシクス・コンプサーグナサス・トライシカスという三畳機の種ということになっていた。 もともとがプロコンプソグナトゥスであるための相違点を配慮しての設定である。劇中ではピラニアのように集団で自分よりも巨大な獲物に襲いかかる獰猛な肉食恐竜として描かれていた。ありがとうございます。